はい、今回こちらですね。これはですね、CL ですね。CL600。CL600 は SKG クラスのベンクルベーバージョンでして、1999年に登場。新たな時代のメルセデスのベンツにふさわしい、エレガントを兼ね備えスタンディングエンジンまで変わっている。エンジンは5L の V 型1気筒1層 C と 5.8L の V 型12気筒1層 C の2つ。その後 V 型12気筒が 5.5L ツインターブレインコンされ、タクシー空気として先進スキルを置く ABC アクティブボディコントロールと呼ばれるアクティブサスペンションを進めていく。また、豊かなエンジントロークと ABC が目指す上司の融合調整によってエレガントするみたいな脱出を実現する。とはいえ、機体飛びアクセルを床面に踏み込む圧倒的な動力性能を確保する。特に V12 ツインターボを搭載した CL600 の加速は、巨大に手によって背中を押されているような感覚だ。しかし、持ち山で力を振り絞って使うのではなく、あくまでも余裕として使うあたりが、この V12 ツインターボの、まあ、本質と言える車でね。なかなか、こう、かっこいい車としてこう仕上がっていて、まあ、そこがこのベンツのいいなと思ったところでありますね。なかなかこういった、車っていうのは、なんていうのかな、こう落ち着くというか、いいですよね。昔からそのベンツからこういう落ち着く車っていうのを作っててね、でそれでこう豪華にする高級車に落ち着いたのが得意だから、なかなかいいなというかね、そういった特色的なところがあって、なかなかこれはこれで好きなね車ではないというわけで、本日はね、どうもありがとうございました。